笹川洋平笹川洋平は、笹川良一の三男で、公益財団法人日本財団会長、同、笹川平和財団名誉会長、東京財団顧問、世界保健機関ハンセン病制圧大使、ハンセン病人権啓発大使、2012年6月11日には、ミャンマー少数民族福祉工場大使に就任。2013年2月に、 ミャンマー国民和解担当日本政府代表に就任。日本人で初めて法の支配賞を受賞。明治大学政治経済学部卒業。時系二自由民主党元衆議院議員、笹川隆がいる。父である笹川良一が創設したボートレース事業の運営団体である全国モーターボート競争会連合会会長。財団法人日本造船新興財団理事長などを。 歴任し、1989年に日本財団理事長に就任。2005年7月、前会長、そのあやこの退任を受け、会長に選任される。ボランティアや福祉などの様々な社会活動に参加している。自ら公益活動の前線に立って活動している。世界各国において、政官学民に人脈を持つと言われる。チェコのコバーツラフ・ハベル元大統領と共に、 続けてきたフォーラムは世界の著名人が集まり現在でも議論しているという。日本国内における事業展開は、海賊対策、北朝鮮工作戦の一般公開、ホスピスナースの育成、犯罪被害者への支援ネットワークの構築などがある。また、2007年の海洋基本法の制定に奔走。1945年当時6歳、母と二人で浅草こと飛機町に住んでいた。 3月10日東京大空襲時には隅田川に避難するべきところ泳ぎが苦手だったため二人は別の方向へと進む。これが幸いして町内の人たちのほとんどは死亡したが二人だけは奇跡的に助かったという戦争体系を持つ父、良一のもとで高校、大学と多感な時期を過ごした。当時東京と文京区小石川にあった良一の家は触覚、来客が多く、 笹川旅館とも呼ばれるほど、連日にぎわっていた。学問などしなくていい。社会勉強は、俺が教えてやるが良一の教育方針であり、早朝から、掃除、洗濯、靴磨きを終え登校、午後4時には帰宅させられ買い物、料理、風呂掃除など、連日深夜までの手伝いをさせられていた。そんな厳しい父親のもとで様々な教育を受けた。笹川だが、父親に対しては、 今でも一切反発することはなく、父であると同時に、私の人生の死でしたと過去の取材に答えている。日本財団系の公益財団法人社会貢献支援財団の理事長に就くよう、安倍晋三夫人の安倍昭恵に要請した。こういう範囲は幅広く、笹川のブログにはその日に面談した人の名前を書き連ねている。また保守派の新しい歴史教科書を作る。 回復会長を務めたこともあるノンフィクション作家の工藤美代子は完璧な紳士と余韻のある生き方で評価している。2012年6月11日、日本国外務省はかねてミャンマー国内で様々な活動をしてきた笹川にミャンマー少数民族福祉工場大使を移植。軍政時代からミャンマーでハンセン病対策、伝統医療品の普及。 小学校建設などを支援してきた実績が評価された。特に辺境地であるシャン州に小学校建設を計画した時は少数民族が対立する同地域で学校建設が成功するわけがないと専門家は失笑したが200校完成した。今後は宗教対立が激しいラカイン州に200校の建設も計画している。同国の民主化は世界が注目する中で 日本の外務省としては、笹川の幅広い人脈を活用したいとの思惑がある。軍政時代、トップのタンシュへ大統領とは、ヤンゴンで何度も会談。2011年12月には、国民民主連盟事務所で、窮地の間柄であり、同月に亡くなったコバーツラフ・ハベル元チェコ大統領の、新章アウンサンスーチーに直接手渡した。また、テンセイン大統領とは2012年4月来日の、 際、同大統領からの要望により、東京で会食するなど、政府や外務省に頼らず、民間独自で行ってきた各事業を通じて、要人との信頼関係を構築してきた。現在日本国内で、同大統領やスーチーと簡単に会えるのは、笹川だけとも言われる。中国、シンガポール、韓国などに比べ大きく出遅れた感が否めない、日本の経済界は、 アジア最後の経済未開拓市場との呼び声も高い、ミャンマーにおける笹川人脈を期待している。2013年2月19日の閣議において、ミャンマー国民和解担当日本政府代表に任命することが決まり、2月25日、外務省で内閣辞令書交付が行われる。2011年3月11日に発生した東日本大震災に際して、 日本財団は笹川が人頭式に立ち被災者のために被害が最も多い宮城県石巻市に災害支援センター設置と職員の派遣を決定現場で活動するボランティアたちの受け入れやコーディネートを行うまた NPO やボランティア団体へ活動費として100万円を上限に支援を行う4月4日には笹川自ら石巻市小長町に赴き死者 行方不明者の家族に対し、懲意金、見舞金を現金で直接手渡した。4月中旬には、大学生を集め現地でのボランティア隊を組織し、送り出す。現在まで継続して実施されており、派遣した数は延べ5000人を超える。また災害 FM 放送局22局の支援や4万2000台のラジオ配布などの支援を実施した。これらの対応は、 1995年1月に発生した阪神、淡路大震災以来国内で起きた28回に及ぶ災害ボランティアへの支援実績が役に立ったものである。2011年6月には日本財団とフィリップ・モリスとの共同で18歳以上の子供への支援プロジェクトドアウェイ・ツー・スマイルズを立ち上げた。この際にフィリップ・モリスから初期費用として3000万円が拠出されている。 これに対して本人は普段、禁煙活動を行っている笹川がタバコ会社から寄付金を受け取る批判もあるだろうが、これは変設したわけではなく、被災地への善意は誰であろうとも受け取ると、ブログで表明している。2012年11月には、同プロジェクトの成果として、石巻市市役所1階に、石巻カフェを公募した高校生50名と共にオープンすると発表された。 ハンセン病制圧をライフワークとしている父である笹川良一もハンセン病の制圧に力を注いでおり、1965年父に連れられ韓国のハンセン病療養所を訪問した際に活動を開始した。ハンセン病は治るという知識の普及に努めた蔓、ま、延国などでハンセン病患者、回復者や政府の指導者、報道機関などと対話を進めている。 2001年5月から、風ハンセン病制圧特別大使を務める。1990年代は、ハンセン病制圧の方法として、MDT という治療方法の普及に突き努めた。しかし、ハンセン病患者は、治癒しても、社会の偏見により、就業や子供の教育において、家族までもが差別を受けている。このことを問題視し、人権問題をも合わせ持つ。 社会問題として捉えるべきだと提唱。2003年7月、国際連合人権高等弁務官事務所を訪問しこの問題を国際連合人権委員会で取り上げることを要請。2004年3月国連人権委員会本会議において、ハンセン病による差別の問題を訴え、その結果、人権促進保護省委員会は、同年8月ハンセン病と差別の問題を正式に、 人権問題として取り上げるための調査を行った。そして翌2005年8月と2006年8月の2度に渡り、同省委員会において、各国政府、国連機関などの対する現状改善のための韓国決議が全会一致で採択された。依頼ハンセン病による社会問題解決のために、奔走、2006年にはインドにおいて、 ハンセン病回復者とその家族が自立して暮らす支援を行う笹川インドハンセン病財団を設立した同財団ではインド財界からの寄付金を募る活動も行っている国際的なハンセン病制圧活動の実績により数々の賞が贈られた日本政府からはハンセン病人権啓発大使を委嘱されハンセン病の制圧人権外交に取り組んでいる 2016年6月には、ローマ教皇庁と国際シンポジウムを開催した。2012年1月、アメリカのソニーピクチャーズアニメーションらが制作し、その年の春海外で放映予定のアニメ映画、ザ・パイレーツ、バンド・オブ・ミス・フィッツの本編と予告編に、ハンセン病への差別の表現があることが分かった。ハンセン病患者や元患者に対する誤解と偏見。 差別を助長する恐れがあると考えた笹川は、すぐに制作会社とその親会社などに対し、当該箇所の修正、削除を求める抗議文を送った。後日、制作会社の親会社である、ソニーピクチャーズエンターテイメントのジェフ・ブレイク副会長が笹川に対し、同映画に描写されているハンセン病患者、回復者への差別的な表現を削除したとの回答があったことが分かった。 2008年、北京五輪開催を前に、北京五輪組織委員会が公表した、オリンピック期間における外国人の出入国、中国滞在期間に関する法律指針で、ハンセン病患者の入国が禁止された。笹川は即座に、胡錦東、総書記、ジャックロゲ国際オリンピック委員会委員長らに対し、法律指針の撤回を求め、逸話開催前に撤回された。この背景には、 同年6月に国連人権理事会で日本政府が提案したハンセン病患者、回復者、家族に対する差別撤廃決議が全会一致で採択され中国政府も共同提案国として名を連ねたにもかかわらず法律指針でハンセン病患者を差別したことがあると言われている海洋問題にも取り組むマラッカ海峡の安全確保のための費用負担の方法として 新しい基金の設置を提案。現在の国際情勢に鑑み高校者負担の必要性を説いた海に守られた日本から海を守る日本へをコンセプトに海洋基本法制定の取り組みをしているとされる。笹川の提案により公営協議の協定で得た豊富な財源を有する日本財団の支援により姉妹財団である日本音楽財団が1994年からストラディバリウスや グアルネリデルジェスによって制作された世界最高峰の弦楽器を収集し、それらを国内外問わず一流の演奏家や若手有望演奏家に無償で対応する事業を実施している。現在保有する弦楽器はストラディバリウス19丁グアルネリデルジェス2丁保有するストラディバリウスを売却し、東日本大震災の復興のために使うことを決断。2011年6月。 19町の中で最高峰のレディブラントをロンドンのオークション会社に出品し、史上最高値である1589万ドルで落札された。全額財団内に設置した東日本大震災伝統文化復興支援基金へ充当。被災地での伝統芸能や祭りなどで使用する道具に活用されている。笹川は公益事業の推進においてブログで 毎日の行動と思考を公開している。また、誰もが公益活動に参加する社会が良いとし、CSR 活動として、企業の社会活動への参加を呼びかけるウェブサイトを立ち上げ、社会が国、自治体、NPO、企業の CSR 活動が一体となる必要性を述べているとのこと。現在産経新聞、正論において、論を展開、日本司会司会と協力して、 CSR 活動の一環として、トゥースフェアリーと名付けた社会貢献活動のプロジェクトを2009年6月1日からスタートした。全国の歯科会員で治療の際に不要になった金馬などの歯科撤去金属を日本財団に提供し、リサイクルして得た資金をミャンマーの小学校建設や小児眼病棟建設に充当している。2008年3月4日の産経新聞、論欄で、 タバコ一箱千円を提唱したことで論争に火がついた。タバコ一箱千円になれば9割以上の喫煙者が禁煙するという報告もあり、健康、防火、青少年の健全育成などの点からタバコの値上げを訴えている。現代用語の基礎知識2009には健康問題の欄でタバコ一箱千円論争として笹川の提唱が記載されている。産経新聞。 正論で、観光立国、日本の目玉として、官民協力し今こそ、江戸城を再建するべきだと主張した、徳川将軍家の威信をかけ完成した、江戸城、建築、工芸、装飾など、あらゆる分野の日本のトップ技術の結晶でもあるという、笹川は、世界を代表する大都市にも、その国の顔ともいえる、歴史的建造物があり、パリのベルサイエ宮殿、 ロンドンのバッキンガム宮殿、ニューヨークの自由の女神などを掲げ、日本のシンボルとして、江戸城天守を再建する必要性を説いている。また家族や地域社会、日本人としての絆を再確認するきっかけにも、なるとも、先が見えない今だからこそ我が国に明るさを取り戻すためにと江戸城再建を提案している。同様に、サピオ4月14.21日号に、 江戸城再建で日本人の誇りを取り戻せと題して提言レポートが掲載されている25年を超える中国人医療関係者の研修制度や日本語図書を中国の大学に寄贈する教育研究図書プロジェクト世界69の大学に設置されているヤングリーダー奨学基金は中国に10校あるまた笹川日中友好基金は101億円の基金規模を有し 日中間の民間交流基金としては最大の規模を誇る。この基金は1989年天安門事件により中国が国際的に孤立し政治レベルで日中関係が冷え切った中民間レベルで両国関係をつなごうと設立したものである。85年10月中国最高実力者の東小平中央軍事委員会主席86年保養法総書記 90年、楊商婚国家主席、97年、主要喫首相など、要人と会談。現在の古近東総書記とは94年、中央政治局常務員時代にあったことがある。これら要人に対して、常に、笹川は、こびることなく、ズバズバ物を言った。著書の、2000年の歴史を勘としてや2005年11月5日に、南京大学におけるスピーチで、 日中間の歴史な背景や役割、将来のあるべき関係など、中国人相手に決して迎合することなく、事実や現状、歴史を述べるなど、中国人にとって耳の痛い話を含め、臆することなく、意見を主張する姿勢を貫いてきた。また、2004年、ヤングリーダー奨学基金の設置校である。 蘭州大学の基金100万ドルを大学側が勝手に現地の投資信託会社で運用して失敗、回収不能になった時、すぐに古金東総書記、大木中日大使などに書簡を送り説明を求め、中国政府を通じて蘭州大の奨学金を元に戻すよう協力を要請した。また記者会見を開催し、報道機関に事実を説明した。6年11月。 大大使からの返答の書簡で教育省から全額を元に戻すことが確認された。この問題によって生じたマイナスの影響について大変遺憾に思うとされ、後日日本財団に対し大学側からも入金の連絡があった。1981年全国モーターボート競争会連合会副会長に就任した笹川は売り上げ拡大に向けて様々な施策を打ち出し、 実施してきた。1985年電話投票の開始。1986年には、ボートレース界の悲願であった、専用場外発売場、ボートピアがオープン。1994年には、同連合会会長に就任。レジャーの多様化、ライフスタイルの変化に対応するためにいち早く、ナイターレースに着目した笹川は、1984年に、 浜名湖ボート場で公営競技開発のナイターレースの実験を行う。しかし、その後1986年に大井競馬場で、1989年に伊勢崎、オートレース場で開催され、ナイターレースは他の公営競技に先を越されたものの、1997年に気流ボート場で初開催、2000年には連合会会長を退任し、名誉会長に就任する。 同年10月、笹川の式で動いていた、公営競技開発の三連勝式投票法の発売が、墨の江ボート上で行われる。その後、競馬、競輪も追随、ボートの売上額は、バブル経済の崩壊とともに1991年の2兆2000億円を、ピークに減少を続けているが、連合会副会長に就任した1981年には、 すでに現在の厳しい時代に備え、そして当時の硬直化したボート界において新たな発想に基づき画期的な施策を打ち出していった。なお、毎年12月に開催される賞金王決定戦競争は、ボートの話題性と選手やレースのステータスを高めていくため、1997年から優勝者に対する賞金額を1億円にしたのも、笹川の発案であり、 当時プロスポーツ界で一大会における最高の賞金として話題を呼んだ2009年3月同連合会名誉会長を退任する2002年3月全国モーターボート競争会連合会で記者会見が行われ性同一性障害者に悩む女性選手の安藤千夏を今後男性選手として登録してレースに出場させることを発表した同連合会は当初は 性同一性障害者による性別変更を認めていないとして却下する方針を固めていたが同選手の人権を重く見た笹川が本人の希望を受け入れ登録変更決断した。スポーツ界で性別の変更が認められるのは極めて珍しいことであった。2002年3月29日付、読売新聞ではこの時の対応について日本精神神経学会の 性同一性障害特別委員長の中島豊、しか、岡山県立岡山病院長が、競技スポーツの世界でこうしたケースは聞いたことがない。性別の戸籍変更が認められないなど、性同一性障害の社会的理解や認知が、進まない現状で、この決断は大変素晴らしいとコメントした内容が、掲載されている。著書その他、ありがとうございます。